レッドアイズ超強化おめでとうございます。やりました皆さん、レッドアイズですから皆さん朗報ですよ。鎖付きレッドアイズファングデュエルリンクスに実装になりました。おめでとうございます。これ待ってたんだよね。私もねレッドアイズ使いとして名を馳せているんですけれども、どこに？この鎖付きレッドアイズファングっていうカードね、まあ、通称修学旅行のお土産って言われてるんですけどもめちゃくちゃ強いんですよ。これ簡単に言うと相手のカードを仮パクできるっていうカードですね。効果が2個ありまして、まあ、1個目自分のフィールド上のレッドアイズオンスター一体対象にして、このカードを装備カード扱いとして装備する。で装備オンスターは1のバトルフェイジを2回攻撃できると早ぶさの騎士になるということですね。で2番目、これがね、バカほど強くて、装備されているこのカードを墓地に送って、フィールドの効果モンスターを対象に、そのモンスターを装備カード扱いとして、装備すると。で、この他でモンスター装備している限り、装備モンスターは、その、相手モンスターの同じ攻撃力種類になるということで、まあ、攻守を、ステータスをコピーしながら相手のモンスターを装備できると。これがね、めっちゃ強いんだよね。しかも、レッドアイズモンスターと何でもいいんで。例えばね、まあ、もちろんスラッシュとかもいますけど、スラッシュ以外にも例えばギアフリードとか、あとこのベビードラゴンとか、こういうモンスターに装備して、でこれ装備外して相手のモンスターパクって装備するっていうことができるんで、まあ、要するにこのカードが除去札になると、相手のモンスターの。しかもさ、墓地に送ったりもしないんで、パクって装備しておくだけなんですよ。これだからね、最強なんだよね、除去方法として。これがね、やばいほど強いんですけど、まあ、今更やっとね、これもう早くよこせって言ってたんだけど、もうやっと来たんで、まあ、これを使っていきたい。で、入賞方法はね、セレクションボックスミニっていうのが来てるんでね、よかったら、向いてください皆さんも。セレクションボックスの注目カードについては、別途動画にしてるんで、よかったらそっちを見てくださいということですね。で、ギミック、大元のギミックはもう本当、レッドアイズデッキなんですよ、基本的にはね。レッドアイズインサイトとか、フュージョンで、まあ、スラッシュ出して、で、月の書とか、そこの下に AD 入れて、で、まあ、叩き起こしたりとかして、で、まあ、ギアフリードにね、装備カードを装備して、なんかその除去したり、まあ、サーチしたり、いろいろしたりするということですね。で、やっぱり、このカードが強いところは、このギアフリード、レッドアイズメタルアーティギアフリードに装備して強いっていうのもあるし、レッドアイズカードなんで、インサイトでサーチできるっていうのが強いですね。やっぱり、これは。例えばフュージョン普通に素引きしてレッドアイズインサイトが来てるときって、今までだったらスピリッツとか、レッドアイズリターのレッドアイズくらいで装備カードをサーチすることは難しかったんですけども、まあ、装備カードをサーチできるみたいなもんなんで、これめちゃくちゃ強いです、はい。で、あとはまあ相手の妨害をねしていくための突き押しとか入ってますけど、まあ、ガーデンの力とかそのままだし、この辺もそのままって感じですね。まあ20枚デッキに収めたい人はね、収めたらいいと思うけど、物理的にね、なんか無理なんじゃねえかなと思うね。20枚とかに収めるの、これ。レッドアイズって。結構デッキパンパンになるから。と思ってるんで、今回は30枚にしました。はい。一応こっちも、入ってるんですけど、これほとんど出ないので、このデッキは。まあ、おまけ程度だと思ってもらえばいいです。これもめっちゃ強いですけどね。まあ、250にダメージが減ってますけど。早速ね、新世紀、レッドアイズのパワー見せていきましょう。修学旅行のお土産は、杖。デュエル3倍。さあ、お相手の方。闇雪。俺のターン。おい、ファン来すぎだろ。ファン来すぎだろ。まあ、悪くはないですね。でもね、これレッドアイズ、まあ、これはいいか。レッドアイズモンスターが来てればね、ファングは何枚引いてもいいんで。カードを引くぜ。おい、伸びた。っていう、まあ、状況になってますね。おい、伸びた。お前のモンスター。俺のもの。さあ、俺のモンスター。俺のものだ。なるほど、竜騎士へ至る道。ガイアさんはまあ融合した後に、パクってしまうとなんか破壊されそうなんで、融合する前にパクりましょう。あれですね、ガイアさん、ガイアさんのだったらガイアさんをパクりましょうね。竜騎士、魔導騎士ガイアハウス、どうぞ。魔導騎士ガイア召喚で、まあ多分極限のカースオブドラゴン出してくると思うんで。いくぞ、モンスターを攻撃表示で、はい、モンスター効果発動。魔導騎士ガイア、いいでしょう。魔導騎士ガイアからの極限のカースオブドラゴンを特殊召喚、鎖付きレッドアイズファングをレッドアイズベビードラゴンに装備、そしてこいつをレッドアイズに装備するぜ。そして処理後レッドアイズファングの効果を発動、このカードの装備を外し、お前のモンスターパクらせてもらう。俺の名はジャイアン
ちなみにファング今2回使うと2枚パクれますからね。あのちなみにですけど、1ターンに1度の制限はないので、ファングしてで、ファングで1個パクってもう1回パクるっていうこともできます。もちろん。ただあの後からつけた方のスタッフパクるっていう、パクるっていうか、まあコピーするっていう感じになるんで。さあどうする？なんか速攻魔法はありそうなチェーンだったわ。ここでなんかチェーンあるターンへの使わないと月のショットかではないだろうし、レッドアイズフュージョン来た、最強。ちょっとあの回線が重すぎますね、やっぱり。私今あのレンタルワイマックスで利用しますね。レッドアイズフュージョン、レッドアイズブラックドラゴンと、まあ、ちょっと一応月のショットがそこらしきやで、レディーチェンジャー落としといて、レッドアイズスラッシュドラゴン、レッドアイズスラッシュドラゴン、超絶ハイパーウルトラ激レアモンスターだぜ。さあ、何も、とりあえずじゃあちょっとつけますか、一回つけますか、一回までちょっとつけのショットかもしれないけど、ちょっとつけましょう、一回つけまして、はい、でこれでまあボーガイザーを装備するぜ。戦士族モンスターいないんで、普通いないっていうか、まあ、AD なんでブラックメタル主義下地付きレッドアイズファングのもう一つの効果を使うぜ。あ、これあれか、自分のモンスターも装備できるんだっけ。うわ、そうか、フィールド上か、これ待って、あーなるほどね、これ自分のモンスターじゃなくてもいいの、なるほど。とりあえずブラックメタル装備する、レッドアイズに装備、はい、これも勝ちよ。どうされ、月のショットだろ、月のショットか聖杯とかなんかそっち系だろ、バトルだ、とりあえずこれこれでぶん殴って、はい、レビードラゴンで、いや、フィールド上の5分の2自分のモンスターじゃないんだけど、ジョロチ君ハリパクは良くないよ。さあ、お相手の方、これはどん、さあ、行くわよ、あー、彼女来たわ、彼女のさ、このハーピーのカリバっていうスキル強すぎてさ、俺のターン、どういうの、ドロー、とりあえずレッドアイズインサイト打つ、レッドアイズインサイト、ほら、レッドアイズインサイトを打つ、うん、こっちかな、さすがにちょっとスプリッツあるし、あー、さすがにこっちかいいかもしれないね。こうしてね、フュージョン持ってくるしかねえか、これな、装備カードをすぐつけらんないから AD 落とすけど、一応その話やで、レッドアイズを融合召喚する、ちょっとね、際どいっすね、レッドアイズフュージョン、まあ、AD 落とすしかないよね。で、モンスターを融合召喚、はい、現れろ、レッドアイズスラッシュドラゴン、なるほど、そこよ、よし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 、ケアした甲斐があったぜ。 AD チェンジャーの効果を発動、まあ、戦術のモンスターいなくなるんであれですけど、でカードしましょう、セット、カードをセット、ディアフリード出すしかねえかな、ディアフリード出すっすよね。でこれね、 AD のいけないところはですね、戦士族モンスターがいなくなるっていう点ではあるんですよね。いやー、これちょっと弱いな、ぶん殴るしかない、いや、これちょっと弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱展開していく。ね、あれなんだよね、戦士族モンスターがいなくなる、さあ、チャネラー、強い、いやー、これ、まあ、一応スペルでしかない、レッドアイズスペルの効果発動、レッドアイズスピリッツ、いやでもこれどっちも勝利されるよな、チャネラだと、チャネラバフューマー、いやでもこれトップ、まあ、知らないと思うから、多分一体処理するされることは、まあめちゃくちゃ弱めないと思うから、万華鏡いいでしょ、華麗なる分身、ワイの彼女強いんよ結構、万華鏡華麗なる分身か、チャネラのコストないのかな、チャネラのコストないせいだろ、はい、カリボッケカリバで硬滑割っていく、確かにもうそこらし落とし穴はもういったもんね、硬滑は意味がない、そこらし落とし穴いったからもう意味がない、スワローズネスト来た、スワローズネスト効果なのとパフューマーキックか、おいで、はいはいはい、オッケーオッケー、2体処理されますね、これはカリバ、オッケー、2体処理される、モンスター効果、トップ何しちゃいいんだ、トップあれか、レッドアイズフュージョン引いたらいいか、レッドアイズフュージョン引いて、いくつだってあいつら2600と、まあ、最大2900か、最大2900ってことはだ、いや、やっぱフュージョンだ、任せろ、フュージョンを引けばいいんだろう、任せろ、何年実況者って人持ってんだ、もう5年やってんだぞ、5年やってんだぞ、5年やべえな、実況歴5年やべえな、このゲームで、このゲーム誰が5年続くと思った、
いいだろう、いいだろう。レッドアイズライトニングロードエビルデイモンが破壊されるのはどうでもいいだろう。よし任せろ。うおーっとー、あっ、最強好きだった。忘れた、最強好きだった。俺はレッドアイズブラックドラゴンをデッキに戻し、レッドアイズフュージョンを手札に加えるぜ。ハハハハ、強え強え、いけレッドアイズフュージョン。俺は今デッキに戻した、レッドアイズブラックドラゴンの魂とレッドアイズフュージョン、レッドアイズ、ギアクリードの魂を持ちの国現れろ、レッドアイズスラッシュドラゴン、とりゃこいつは強え、これは強え、いくぞ。バトルフェイズ行く、レッドワイズスラッシュドラゴンの攻撃、レッドワイズスラッシュドラゴンの効果発動、ギャグリード装備、とりゃーおらー、よし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 、1枚、いや1枚からそんな簡単に返せないでしょこれ。モンスターを攻撃、モンスター効果発動、なるほど、ちょっと一回これ装備しておこう、トラクター付きレッドワイズファング装備しておこう、これで何持ってきてもそんなに困んねえだろ。装備するぜ、言うて対象に取る効果は無効にするぜ。ハーピーの羽休みいいだろ。俺のフィールド上のカードを対象に取る効果は今2回無効にできる。なんて強いんだ。羽休み持ってきたけど、これシンクロして羽休み打ったところで、いやそんなにヤバいこと起きないでしょ多分。2回無効だよ対象、対象2回無効はさすがに強い。しかもパクるしね、なんなら俺様はお前のモンスターを、ゲジだから魔法発動、はい、羽休みいいだろう、羽休みそこで打つしかないか、なるほどな。なんだ、何にかけるんだ、なんかあれか、3体出してなんかあれか、サンダースパークとか出すのか。まあいいよそれは。1枚ドローいいだろう、1枚ドローしてこの場面返せんのか。一応シンクロした方がいいんじゃないか、まあ、2体でシンクロするか FC するかで、このレッドアイズスラッシュドラゴン3000を突破できるモンスターは多分、ね、ハーピーに入ってないでしょうね多分ね。まあ、おのおととかあったらエクスカリバーとかでぶん投げることができますけど、多分ターン終了。お弱っ、大丈夫かおい、おい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 、なんか1700攻撃表示になってんぞ、1700攻撃表示になってんぞと、大丈夫ですかと言ってんだよ俺は。まあ、一応これセットしたわけか、一応これセットしたな、セットカードをセット、いくぜバトルフェイズ、バトル超絶サイバーウルトラアルティメット激レアモンスターの攻撃、いけおややばい、いやこのスキル最強だった負けねえ。さあさあ、おじさんのヤミユギさんよろしくお願いします。バイこいつでレッドアイズを融合召喚する、装備カードがレッドアイズフュージョン、1枚でもね、こういう風に持ってるときは普通にレッドアイズメタルナイトでいいかなっていう感じですね。でこうモンスターを融合召喚、やっぱ月の書がねちょっと強いんでね、月の書対策のために AD チェンジャーは入れておきたいんですよね基本的には。ブラックメタルドラゴンをレッドアイズに装備、ブラックメタルは効果集まるんであれですけど、装備カードが1枚でもあると強いですよ。モンスターを伏せる、グラーゲの力とかを普通に素引きしてるときは結構月の書対策できるんですよね。さあどうする、魔法発動、魔獣の怪獣、魔獣の怪獣やば、何が起きるの俺。まあでも、レッドアイズ界では結構強い盤面と言われてますよこれは。モンスターを、はい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 、魔合金デッキですかね、6シンクロ、6シンクロ降臨せよ、やばいやばいやばいやばやっべ、それはやばい、待って、ゴッドハンドクラッシャー、これ発動だけど、ね、はい、ターンオブレッドアイズ、あの人と突破してる人あんの、あいつ突破してる人あんのか、対象に取れねえからよ、かかることはできねえんだよな、かかることはできねえ、かかることはできねえ、レッドアイズ、ブラックスラッシュドラゴンの効果と、ブラックメタルドラゴンの効果、何持ってくればいいんだ、何を持ってくればいいんだ、やばい、持ってこれるカードに回答札がねえ持ってこれるカードの中に回答札がねえ、ですね、ちょっとやばいですね、ちょっとやばめですね、ガーディアンの力、ガーディアンの力、ガーディアンの力、
わあるか待って魔法カード発動。待ってレッドアイズインサイトで、まあ蘇生できるから普通にライトニングロードっていうか、ライトニングロードを送る、でフュージョン持ってくる、でフュージョンして3点いけるわ、いけたわ、来た、レッドアイズフュージョンだろ。でだからブラックメタルを装備すればいいから、ですね、レッドアイズフュージョン打ちます、レッドアイズと戦闘を送ります。で3900です。こいつでレッドアイズを融合召喚する。装備してませんよ、いける。レッドアイズブラックドラゴンの魂、レッドアイズフュージョン、レッドアイズメダルナイトギアフリードの魂を墓地に送り、現れろレッドアイズスラッシュドラゴン、現れろレッドアイズスラッシュドラゴン、超絶ハイパーウルトラアルティメット激励モンスターだぜ。そしてこれは判定する必要ない、ブラックメタルドラゴンの効果発動、ブラックメタルの効果によってレッドアイズスラッシュドラゴンに装備、そしてガーディアンの装備魔法発動。あれこれ枠足りねえなちょっと待って、あやばい、突破できると思ったら計算ミスった、枠足りねえじゃん、キモキモ、枠足んねえのキモ、なんで3枠しかないんだよデュエルリンクス、カードを引くぜ、やべえこれ普通にシンプルにミスった、装備する枠なかったわ、絶対スラッシュドラゴンがなんだよ枠ねえじゃん。あでも一応あれだな、なんだっけ、オベデスクでは突破できないな、スラッシュドラゴンはガーディの近づいてると、いやこれワンチャン耐久できる、ワンチャン耐えれるね、ガーディアの力があるから。あ、なんだよ。あ、モンスター、モンスター効果発動。リターンを効果により通常モンスターを助けて。それは助けて。やばいこと起きてる。やばい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 。ボッチェひょいひょいひょいはやばい。やばい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 ラスギル、でも実験できるわ、一応レッドアイズスラッシュドラゴンの効果、ブラックメタルドラゴンの効果を発動。これどうすればいいんだ、助けてくれ、どうすればいいんだ、レッドアイズインサイトを持ってくるしかない、ほんでブラックメタル装備するしかない、ブラックメタルドラゴン装備じゃねえや、蘇生するしかない。おいこれなんか無限肉液供給機関だったぞ、無限肉液供給機関無限肉液供給機関、やばすぎる、これね俺気づいたんだよさ、バトルだ、ちょワンチャンあるんだけど、これなんかライトロードなんかなんだっけ、お父さん元君みたいな出てきたから、これワンチャンさ、これブラックメタルをさ、そうこれよ、これ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 すんじゃん、こうすんじゃん、レッドアイズスラッシュドラゴン出すじゃん、じゃん出すじゃん、こうすんじゃん、現れろ、ほんでこれ装備すんじゃん、これで3400でしょ、でこうよ、ブラックメタルドラゴン、これで4000よ、勝ってるのすごくないこれ、バトルだ、バカめ、オベレスクの巨神兵も超えれるぜ、まあお前を殴ってやんねえけどな、じゃあな、楽しいデュエルだったぜ、てめえの敗因を教えてやろうか、てめえは俺を怒らせる、